どうも皆様ごきげんおこめです。それではドラゴンクエストヒーローズ2続きをプレイしていきましょう。オルネーゼと、まあ、主人公たちが名前忘れたな。主人公たちがこれから、ゼービオンに向かうところですね。はい、これね、1と違ってね、道中しっかりねモンスターを倒しつつね、自分たちで歩かないといけないんだよね。ゼビオンは行ったことない。世界のどこからでも見えると伝承の塔、まあ、ど真ん中にありますね。はいはいはい、さっき王様の前で名前話してたから、もう自己紹介いらんよ。大丈夫よテレシアとラゼル、テレシアとラゼル、ちょっと名前覚えにくいんだよなアイガラザ・ホミロンというこの回復薬がついてくれてるからね、まあ安心して戦えるわけですよ。昼寝してるところ蹴っ飛ばされるってなかなかだよね。はい、フィールドを移動しますと。このね、マップ移動がなかなかね、まだめんどくさいんだよね。こうやってね、自由に移動できるんだよ。まあ、経験値のためにね、少しでも敵は倒しつつ行きたいところ。はい、武器を収める、構える。はい。武器を収めてるときは ZR でダッシュすることができる。なるほど。でこうやってね、あのルーラーストーンちゃんとありますから。またさ先に登録することだけはできるのか。じゃあ登録だけ先にしときましょうね。はい、 OK。赤から青よいしょ。あ、なんだ裏側かい。あ、こっちが裏側かい。こっちが表か。この道をまっすぐ、まあ、地図を見ればね、大体わかる、どこを進めばいいかっていうのは。でまあ道なりにずっと走っていけばよしと。好戦的な魔物と鉢合わなければ普通に移動するだけでできるんで。マイナスで周辺マップと全体マップ切り替えられますよと。いやー、大丈夫、この道まっすぐだ。好戦的なやつに出会いさえしなければ大丈夫。ああやって昼寝しているやつもこちらから攻撃しなければ特に問題はないし。お、なんだシスター。はい、なぜか一匹も見当たらない。なぜか一匹も見当たらない。行きますよ、もちろん。この先を抜ければゼビオンはすぐそこ。あと少しだ。もうすぐね。ゼビオンの伝承の塔には一度行ってみたいと思っていたの。伝承の塔か。あれだけ高いんだ。てっぺんまで登るには何日もかかっちゃうんだろうな。まさか普通に登るつもりなの？よし。どうしたの？何かが近づいてくる。森の中からだ。トルネコさんや。どうしたんですか？おお、どなたかは知らないが、ちょうど良いところへ来てくれました。ちょっと面倒なことになってしまいまして。面倒なこと？確かに面倒な奴らに目をつけられちまったね。いやはやそのようで。ま、こうなったら仕方ないな。付き合うぜ、おっさん。いや、お前も戦うんかい。
じゃあ行きましょうか。ならず者かな、確か。ローディング投げー。ボス戦を挟もうとするとローディング長くなるな。危ない危ない。OK、よし、半分いってるよ。あ、MP だね。畳みかけましょう。おお、怖い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 。もう終わりだね。はい、終了。よっしゃ、よし、これでもう大丈夫だぜ。いやはや助かりました。なんとお礼を言えばよいやら。早く先に進ましてくれ。礼を言うにはちょいと早いみたいだよ。近くにまだ敵の気配があるからね。ほう、本当だ。茂みのあたりから何か聞こえるわ。はあ、ほら、ああゴロつきし、あ、なるほどなるほど。ゴロスキ出てきちゃった。たく、こんなところに隠れてやがるとはな。その巨体がよくかわせま、あの隠せましたね。だから C は一撃で倒せたのか。また？おれよ。OK。よしよしよし、いいかな。他に隠れてないもん。大丈夫？大丈夫そうだね。こっち。ほらよ。ああ、くそ！あ、飛び出しちゃった。結構ゴロつきいっぱいいるな。茂みから音がする。待って、よいしょ。そっちか。ほら、オッケー。あっ、よしよしよ、オッケーオッケーオッケー。よしよし。あといないかな。あ、クソ、そっちにもいたのか。しつこい奴らだぜ。おい、そっちは大丈夫か。え、あなたこそ大丈夫なの。少し息が上がってるんじゃない。一体一体はそんなに強くないから、数で攻めてきた感じかな。割と自慢気質だな。まあ努力の賜物なんだろうけど。OK。 よし、一丁上がりだな。なんとか片付いたわね。いやはや皆さんのおかげです。私一人では一体どうなっていたことか。ところでおっさん、一体何者だ。随分と大荷物みたいだけど。おっと、これは名乗りもせず失礼しました。私はトルネカ、エンドールから来たしがない武器屋です。エンドール、そんな名前の町あったかね。私も聞いたことがないわ。やはりご存じないか。しかしこれではっきりしました。どうやら私は伝説の武器を探して冒険するうち別の世界に迷い込んでしまったようなのです。別の世界ってここのこと？それじゃああなたはこことは違う世界から来たってことなの？そうとしか考えられません。こう見えて私は大の冒険好きでして、世界の地理にはそれなりに詳しいのですが、この辺りの土地には全く見覚えがないのです。それで不安になって帰り道を探しているうちに、あの連中に絡まれてしまったというわけで。なるほどな。それで追いかけられてたってことか。それにしてもどうやったら別の世界へ行くことができるのかしら。元の世界への帰り道もわからないんでしょ。はい、トルネコだったね。とりあえず私たちと一緒にゼビオンって国へ行かないか。ゼビオンの王は物知りな方だ。もしかしたら元の世界へ帰る方法をご存知かもしれない。それにゼビオンには世界中からいろんな品物が集まってくる。お目当ての武器も見つかるかもしれないよ。おお、そうだな、そうしろよ。おっさん。うむ、おっさんよ、共に来るがいい。ちょっと、おっさんじゃなくてトルネコさんよ。
それに来るがいいだなんて失礼でしょ。一緒に行きましょう。こっちの世界のことは全然わからないんでしょ。なんとありがたい。あなた方のような強い人とご一緒できるなんて本当にラッキーですよ。それではお言葉に甘えてしばらくの間よろしくお願いいたします。はいはい、よし、じゃあ行きましょうかね。 OKOK、 ダッシュができるんだってね。ダッシュボタン忘れないようにしないとね。で、道中ね、宝箱があったりとかするんだよね、本当は。ほら、あそこにあるね。説明するのにすごいちょうどいいおあつらい向けな宝箱がありましたけど、 OK。 まあお金が入っていたりだとか、まあ貴重な素材が手に入っていたりだとか、手に入っていたり違う、あったりだとか、そういうのもあるから、まあ見つけ次第開けるっていう感じで、まあ、わざわざ探したりとかはしない。なんだ、この私の道を阻むとは、魔物どもめ、いい度胸だ。誰だ。俺ドラッグクエストヒーローズ2やったことあるけど、あんなシーン見たことねえぞ。はあ、なんでしょうね。あ、この青いのもね、素材なんだよ。よいしょい。ちょっと経験値稼ぎのために少し戦いましょうか。戦わないで先に進むことできるけど、ボス戦の時にもうティータグやられてしまう可能性もあるからね。でティータグやられた上にレベルが足りずにそもそも勝てない試合っていうのもあるから、そうなってくるともう本当時間の無駄でしかないから、収録外でレベル上げたり等々いろいろしたいところですね。うふふ、まあ、こんな感じで野良戦闘もいろいろありますよっていうところをちょっと軽くお見せして、こんなもんかな。まだいる、少しいそう。まあ、ちょっとね、近くにいる範囲の奴らだけ倒しておけば、怖いよ。OK、こんなもんかな。はい。よし。で、武器を収めていれば走れるから。ね。はいはい。こっちかな。おっと、青いのが落ちる。OK。昼寝しているが、蹴っ飛ばされるとか言ってたけど、昼寝しているの魔物の方なんだよな。あれ？こっちじゃない、マイナスででかいマップに切り替わるんだっけ。こっちか、なんか歌ってるやついるな。歩き回らないとね、マップってね、このでかい地図はね解放されていかないんだよ。だからしっかり歩いていく必要もあるんだよね。こっちだね。よしよしよし、さあ到着いたしましたよと。はい、目的地です。はい、到着しましたね。はい、うん、早いな。街を見物か。行ってらっしゃい。町を見物したら私に話しかけてくれと。オッケー。ある程度重要なところをいろいろ見とかないと話進まなかったはず。不要な人には話しかけないようにしておこうかな。ねえ。そうね。チザールにはチザールの、なんだろう、理由があるんでしょうね。
お、ホイミストーン。お近づきの印にホイミストーンくれる。訪れた人全員にホイミストーンくれるやつじゃん、それ。序盤はね、全然ホイミストーン使わなかったけど、前回も、前回というか、その前作も結構ホイミストーンは、ボス戦の時とかお世話になったからね。一応ね、無限にはせず、しっかりホイミストーン等の、予備のストーンをしっかりかき集めていきましょうね。はい、ありがとうございます。ないです。あと話しかけないといけないのは、また錬金の壺ないのね。武器とか売ってる？開けてねえのかい。あ、でもマークが出てるね。はい。この人に話しかけないといけないのかな。はあ。はあ。がむしゃらに戦って名声を上げるがいいと。小さなメダル。違う、旅人のオーブ。旅人のオーブ。宝箱があるやん、奥に。鍵がかかって開けらんないのかい。くそ。よし。こういうタレとかも調べられるんだよな。空っぽか。お、これは？開けられる。泥棒ですね、完全に。はい。はあはあはあ、ここは勲章？勲章じゃない、称号だ。敵に連続で350回以上攻撃をヒットさせた。もうさせたっけ？もうした？そんなこと。またいらしてね。そうか、全然把握してねえや。空っぽだった。はい、じゃあ出ていきましょう。あとこっち側か、ここか。オッケーオッケー。ああ、職業変えられるやつだっけ。あ、武器の見た目を変えられるやつか。マネマネ。衣装を変えることもできる。ほうほう。ああ、すげえ、メイヤだ。もうこれじゃどの作品やってるか分かんなくなっちまうよ。どっちもやらんわ。武器の見た目も変えることができる。なるほどね。はい、ありがとう。あ、リッカや。トルネコもおるのにリッカもおるんか。あ、そっか、オンラインでいろんな人たちと一緒にプレイができるんだっけ。どうしよう、どうしよう。リアルあだ名がクーなので、コメンじゃなくてクーって設定しておこうかな。はい。まあ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 。はい。はい。わかりました。正式にオープンするまで待ちます。あ、転職屋はここか。ダーマの神の力を借りて。ああ、うんうん。ああ、女戦士の双剣。はあ、なるほど。装備品もいろいろ変えられるというわけか。なるほどなるほど。双剣の方が攻撃力上がるんだね。その代わり防御力も下がるんだろうな、きっとな。ね、盾が装備できないから、そういうことだね。 OKOK。 スキルポイントも、あ、そうそう、特技付け替えできるんだよね。それすごく便利だよね。
はいはいはい。2ポイントしかないから何も覚えられないんだが。まあこんなもんでしょう。OK。あ、ルイーダさん。はい。パーティーの入れ替えですね。あ。何用だ。はい。武器の熟練度を上げて私の元へ来れば、武器の熟練度に応じた特技や呪文を授けてやろう。片手剣装備時攻撃力プラス5。なるほどね。はい、ありがとうございます。そういえばそういうシステムあったな。こんなもんかな。お、 OK、 よしよしよし。あれ、あ、越剣の準備できたっぽいっすね。はい、行きましょう。ちょっと、はあ、うわあ、名主様、戦士オルネーゼ、オレンカよりただいま帰還いたしました。早速かの国の状況についてご報告させていただきたく。ご苦労であったな。さあ顔を上げるがよい。はっ。見慣れぬ者たちも一緒のようじゃな。彼らはオレンカで私に力を貸してくれた者たちです。それは良き出会いであった。しかしやはりジャイワールはオレンカを攻撃したのじゃな。はい、この者たちの尽力もあり、なんとか城門の外で食い止めましたが、ジャイワールはオレンカ攻略を諦めておりません。さほど時を置かずして再び攻撃を仕掛けてくるでしょう。名主様、オレンカ王はジャイワールと戦う意思はなく、和解の道を探したいと申しております。そのため名主様への伝言を私に託されました。名主様のお力をもって両国の間を取り持ち、和解への道をお示しいただきたいと。オレンカより来た者たちよ、そなたら二人はどうじゃ。オレンカ王と同じようにジャイワールとの和解を望むか、はたまた報復を望むかの。正直に答えよ。もちろんジャイワールとの和解を望みます。それに俺たち実はジャイワールの出身なんです、けどオレンカにも世話になってる人がたくさんいて、オレンカの人たちにもジャイワールの人たちにも絶対傷ついてほしくないんです。だから何としても戦いを止めたいのです。まさかジャイワールの者がオレンカに味方しておったとは、実に不思議な縁じゃの。今回の一件は我らが保ってきた世界の均衡を乱す一大事である。恐ろしき予言が現実のものになってしまわぬよう、名士として力を尽くすと約束しよう。しかし争いを止めるにはまずその原因を明らかにせねばなるまいな。原因、ジャイワールがオレンカを攻撃した理由ということですね。さよう。ではこれより私はジャイワールへ向かい、かの国の真意を探ってまいりましょう。俺も一緒に行くよ。私も何か役に立てることがあるかもしれないもの。そなたらはオレンカとジャイワール両国の事情に通じておる。何かとオルネーゼの助けとなるじゃろう。くれぐれも頼んだぞ。おーい、
し、じわじわたぎってきたぜ。メッシ様、俺たちにドーンと任せてください。ジャイワールの腹の内をバッチリ明らかにしてきますから。ちょっと、ん？メッシ様の前なんだからもっとちゃんとした言葉を使いなさいよ。では早速旅立つがよい。世界を脅かす争いの芽を摘むためにな。本人に言わなくてよかったね、それね。古の時代、世界が一つの国だった頃の王に仕えていた大賢者の末裔。なるほどね。世界屈指の歴史研究家。なるほど。トルネコはどうしましょうかね。まあ、とりあえず町に戻りましょう。お、もう町から出れるみたいですけれども、はい、準備を整えることができる。ああ、トルネコさん、はい、今からジャイワールに向かうよと。うん、お、おっさんって。よーし、よし、こっからじゃあパーティーの入れ替え。入れ替えはまあまだね、マックス4人で今のこの状態だからできないけど、操作を入れ替えることができるようになったはずだね。氷の使い手なんだよね。ダイヤモンド出すといいよね。巨大な炎か。あらゆる道具を使いこなす武器商。破壊の鉄球ね、いいよね。お、よし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 、じゃあ今回はここまでにしておきましょうかね。はい、じゃあ続きはまた次回ということで、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。